リフトありがとうございます。今日ね、また蚊に刺されました。あれ、あ、見えないかな。こっちなら見える。これね、ちょっと見づらいけど、蚊に刺されました。ねえ、そうね、蚊のインパレードが好きになってきて、私めっちゃ刺されます。なんかやだ。こんばんは。ほんと異常なくらいに刺されてる。なんかいつも休憩してる休憩所にさ、蚊がいてさ、いつもこれそれのせいかなって思うことにして、すっごいでっかい蚊がいつもいる。もう潰したいんだけどさ、なんかでかすぎて気持ち悪くて潰せない。そう、パンってできない、大きさ。そしていつもでかいね、あれ。めっちゃしぶといね。なんかしかも南かってさ、暑さを乗り越えた子だから強いんだよね。マジで強すぎて痒いし、蚊取り線香とか、私だって家で蚊に刺されてるわけじゃないから、家で焚いても意味ないので使わないです。うん、でも外で刺されて帰ってくるんで残念ながらね。ありがとうございます。今やってるピースは2016、2016ピースです。いつもね、だいたい2000ピース以上のします。2000ピース以上の作業をやることが多いです。こんばんは。今はね、パズルのね、選別中です。明日はね、お仕事、夕方から、そう、短い時間なので、
くり寝ます。アラームなんかかけないで寝ます。今月まだゆとりを持って仕事してる気がする。夕方からとか、フルタイム何日かそう続くことはあれど、でもね、ちょっとね、やらなきゃいけないこととやりたいことがあって、そう、明日にね、それをやろうかなって思うんですけど、できるかな。やりたいことに関してはね、もう絶対やらなきゃいけないわけじゃないし、でもね、仕事場で会ったら助かるなと思って、他のね、新しい子入ってきた時とか、そう、なんかマニュアルを作ろうかなと思って。やっぱり飲食店なので、そのドリンクはこういう風に入れて、まあ、種類もあるから、このグラスを使うのと、そう、これを1杯入れて、あとはこれを入れてみたいのを、そう、なんかまあ意外とね、なんかそう微妙だったりするからね、マニュアルをね、ちょっと作りたいなと思って。そう、自分もさ、なんか忘れた時にさ、パッて見返せたらさ、なんかすごくいいなと思って、そう、作りたいなって思ったんですよね。なんか2つ掛け持ちしてるけど、片方はあるんですよ、ドリンクのマニュアル。さすがになんか接客はなんかさ、マニュアルあってもなんかもうわかんないからさ、正直。結局なんかお客さんがいろんなこと聞いてきたら、結局そこからはマニュアル通りにいかないから、そこはね、もういっぱいやって慣れて、時には先輩頼ってって感じですけど、ドリンクくらいはね、マニュアルあったらね、わかりやすいなと思って、っていう話をね、してたんですよ、教育係の方と。そう、なんかここってそういうの全くないですよねって。そう、マニュアルはね、一番初めに小学校はまあ全然なくて、なんか全部ね、大体口頭で教えてやってみて、今メモ取って覚えていくよって感じになって、そうだからね、なんか一回口頭で教えて、あとはもうマニュアルもそこにあるから、分かんなかったら見てねとか、まあ、それでも分かんなかったらまた聞いてねとかね、
ドリンクなんてね、なんていうの、ドリンクなんて覚えちゃえばね、割と簡単ですから。なんか種類が多いとね、やっぱりそう覚えるまでが大変だったりして憂鬱だけど、覚えちゃえばドリンクは本当に簡単なので、慣れちゃえばね、バババーってすぐできるようになるんでね。ちょっとね、うちの店のはちょっとややこしいので、うちの店とか言ってなんかあれで恥ずかしいな。そう、なんかちょっとね、いろいろ伝票の打ち方とかすごいややこしめなんで、それだけね、蚊に刺されたところが痒い。ギフトありがとうございます。お洋服欲しい。うん、なんか昨日ね、なんかちょっともやっとすることがで、そう、今日の一日だから、なんかずっと前の話だった。洋服欲しい。なんかパーッと最近ね、ここの絵を仕上げてないでこんなこと言うのあれですけど、そう、コピックがね、そう、コピックってあるじゃん、絵描く、あれをね、なんか一回使ってみたいなと思って。そう、なんかもちろんね、パソコンの絵も進めつつ、まあ、前も結構ね、友達が使う人多かったので前々から気になってはいたんですけど、そ
そう、なんかインスタでね、なんかコピックを使って描いた絵っていうか、なんかそれ、なんて言うんだろう、それを使った絵を描くところが、描くとこうやって描いた絵を載せてた人がいて、すごい色使いとかすごい素敵やなって思って、うん、気になっちゃった。来月はね、ちょっと楽しみのね、用事もできたから、それに向けてお洋服とかをまたね、そう、ちょっとね、買わなきゃかな。すごくなってるし、変わったペンなんだ、なんか色ペンなんだけど、まあなんか絵を描くのに向いてるっていうか、なんか絵を描くもん、なんて言ったらいいか分からんけど、そんな感じのものです。もやもやってなんか抜けないよね、なんかどっかで消化しないと、本当にずっと溜まり続けたら永遠に。そう、それでさ、そのもやもやはさ、自分から発せられたものではなく、他人からの発生だったら、余計になんかすごいもやもや、どうしようもない気持ちが渦巻いてぐるぐるして、そう、なんか自分でさ、なんかこういうことして、うわなんかしとけばよかったなのもやもやはさ、もうさ、しゃあないしさ、まあ、それももやもやするとあれだけど、でもさ、自分発生じゃないとさ、もうどうしようもないじゃん。そうです、だからそういうモヤモヤはね、なんかなかなか言えないというか、意外と深く心に刺さるというか、時にまたもやもやこっちにですね。そうなんです、そんで寝れなくなるんです。考えすぎちゃって、ずっと頭の中はそれでぐるぐるして、なんか考えても諦めなきゃしょうがないのに、もうなんか私には関係ないとか思ってさ、そう、なんかどっかで吹っ切るしかないのは分かってるけど、それが難しいんですよね。そういうモヤモヤってね、なんか一生消えない、うん、距離置くっていうのが意外とね、難しかったりするんだよね。こんばんは。本当に昨日だから、
もう別に、もう昨日寝れなかっただから、しばらく寝たんだよ、大丈夫、寝たんだけど、なんかしばらくそれがモヤモヤして、なんか悪かったかな、なんかダメだったかな自分と思って、すごいモヤモヤしてしばらく寝れなかった。でも仕事したりさ、まあ、生活する上でさ、まあ、仕事してなくてもなんかいろいろだけど、なんかまあ生きてく上でこういうのってさ必ずついてくるものだからさ、もうしゃあないんだけどね。なんかさ気にしすぎって言われたらさ、なんかなんかねそれまでだしね、でもなんか気にしすぎと言われたからって、じゃあ気にしてなくなるかって言われたらさ、多分違うじゃん。分かってるんだよ、しかも。こういうのってさ、そんなもん、もうどうでもええわ、ってくらいにさ、思えた方がさ、自分の心も体も守れるしさ、そう、別にさ、気にしなくていいことと、私じゃないかもしれないしな。みたいそう、それならもう別に気にしなくていいよ、ね、っていうのもあるかもしれないけど、私はね、そういうのね、気になるというか、永遠にモヤモヤするから、でもさ、なんかもちろん言わなきゃいけないこととか伝えなきゃいけないこととかがあるのも分かってるからさ、それをね別に伝えてくるのはさ、やっぱり悪くはないと思う。よっぽど悪口とか、いやあんたのこと嫌いなんやけどとかじゃなければよ、相手をすごい見てるの、ほんとなんかぐさっと刺すような悪口とかじゃなければ別に直接言うのはさ、もうなんかそういうのはさ、やっぱりなんていうの、お互いの意見の尊重なんてっていうのもさ、もちろん必要だからわかるんだけど、そう何も言うなっていうわけにはいかないしさ、それでもなんかもうちょっと他に伝え方なかったのかなとか、こんな言い方はあんまりしてほしくなかったなとか、なんかもっと見ててほしかったなとか、そういうモヤモヤがたくさんたくさん出てきました。まあね、こんなこと言っても気にしないが一番だ。気にしないように頑張ろう。なんかいいことないかな。なんか嬉しくなるような出来事。そう、あった。なんかね、でも仕事の帰りに、まあ、ランチの営業して、まあ、ディナーの営業もして、フルタイム働いてたって言ったんだけど、まあね、なんか、
教育係の人が私にちょっといい生チョコを買ってくれまして、プレゼントでくれました。ありがとう教育係さん。そう、ありがたい、美味しかった。さっき一粒に食べてきた。そう、この前ね、なんかケーキをね買って、そう、夜ね仕事行くときにケーキ買って、私も食べたかったのと、前教育係の方がすごい甘いもの好きなので、そうケーキ買って、まあなんかいつもすごいお世話になってるしと思って、仕事終わりにでもね、なんかまあ食べれたらいいな、食べたらいいんじゃないかなと思って買ってって、そう、それのお礼かな、わかんないけど、このチョコ買ってきてくれて、食べてねって。そうで、そのケーキもね、仕事終わった後に一緒に食べながら一緒にお話しして、いろいろ話、お互い話を聞き合って、うん、そう、かも話したし、家の話も聞いたし、ね、うん、お疲れ様ってそのまま帰ってね。本当にね、いつもお世話になっております。ね、すごい、まあすごい職場のすごくいい人だなって。うん。めっちゃいい人、すごいいい人で。うん、いつもお世話になってます、本当に。ありがとうございます。歳めっちゃ離れてる年齢はね言わないですけど、うん、結構離れてるよね。でもね、なんか一番初めになんかまあその人に会って、その人とシフト入ることが多くて、なんかバイトのね歴もね、あのその教育係さんの後に私が入ったんですね。2ヶ月とかしか変わんないんです。そう、だからなんか結構仲良くて、こんな感じでいつもねいろいろ話して、雑談も気使う？まあそれはね、でも人と話す上でね、まあなんか気使いすぎるのもあれだけど、話す上で必要だからね。まああれだよね、今さ難しくない？まあなんか前よりさ、まあもちろんね、いろいろってなんかこういうことを言ったらあーかなーみたいな、なんかちょいろいろあるじゃないですか。はい、なんかまあそういうのもね難しくなってきたから、なんかなんて言ったらいいかな、うまく伝えられないけど、そうそうそう、なんかねいろいろあるから、どうなんだろうね。もちろんね、でも話すときに友達でも親しき中にも礼儀ありとかさ、気遣いとか
かはね大切だと思うけど、難しいところだね。ジェネレーションギャップ、まあ、それは多少はあるけど、話す上でなんか別に、てかなんかどっちかっていうとすごい大人だねって私言われるんですよ。わかんない、それがお世辞かもしれないけど、でもなんかすごい考え方とか、まあなんかそのいろいろすごい大人だから、なんか精神年齢一緒くらいなんじゃないって言われた。そう言われて、ああそうなんですかねなんて言いながら、でもそんなわけないですよ。その例えば流行ったものとかさ、そういうのはね全然普通にギャップ、ジェネレーションギャップがあります。本当にでもそれ以外はなんかそんなに気にならないかな、ギャップは。ありがとうございます。私ね会話に関してはね、ファンの皆さんといろいろたくさん話して、こうやってねショールームで話して鍛えられましたから、だから割といろんなトークできますよ。もちろん知ってるお話であればだけど、知らないことをね初めから話してたらちょっと無理だけど、私の知ってることに関してとか普通のね日常会話程度なら普通に誰とでも、そう、みんなと話したことがね、今ねこうやってお仕事とか日常のねコミュニケーションにすごく反映されてるよ。すごいだからなんかそれは嬉しいなというか、なんかすごいよかったなって思う。ありがとうございます。こんばんは。すごいいじってくれるから話しやすいっていうのはある。私にいじってくれる人とは仲良くなりやすい。
ギフトありがとうございます。うん、そう、なんかいじらないで日常会話だけだったら多分今こんなに仲良くなってない気がする。このくらいいじってくれるって大切。あ、私はねそれがいいから、そう、それがもうなんか嬉しいというか、なんかまあ突っ込めるというか、うん、なんかね私のコミュニケーションの一つとしてすごいねいじられるのは悪くないなって思う。もちろんね嫌な人もいますから難しいです。うん、いじりすぎると怒られるけど、怒られるというか怒りますけど、うん、それはね私の顔色を伺ってください。いや伺わなくていい、うん、伺わなくていいけど、まあそこはね多少はまあやっぱりちょっと感じ取っていただけたら嬉しいなと思いますね。顔色は伺わなくて、私は嫌なことは嫌って言うっていうのです。あまり話さない人っていつも苦手。私もね意外と話さない人って苦手なんですよ。でもそれなぜかって言われたら、まあ、やっぱりちょっと怖いなって思うからっていうのと、一番大きいのが何を考えているかわからないから。そう、やっぱ話すときにさ、例えば今あこういう話してるかこういう気持ちなのかなとか、うん、なんか今この人はこういう考えなんだなっていうのを知れると、やっぱりまたその人の見方って大きく、人のね見方とかってやっぱり変わると思うし、もちろんそれがね違う、なんかなんていうの、なんかなんていうの、あこの人はなんか考え方が似てるなとか、の人とは、まあ、もちろんそこからね、あちょっとなんかやっぱり私とはちょっと合わないかもっていうことももちろん、でも知らないって一番怖いんですよ。そう、何もわからない状態から、そうで会話もなくて、でももちろん喋らないから怖い人に見えて、でなんかで一緒にいるとちょっと気まずい。それがねなんか一番本当にできっと、やっぱり喋んない人ってさ、やっぱり一人でいたりするときっとね、なんかやっぱり一人でいるのにニヤニヤしてる人っていないじゃん。できっとだからスンとした顔してるわけじゃん。またそこからねなんか機嫌悪いのかなとか怒ってるのかなとか、そういう風に感じ取っちゃったり、そう知らないからね。 それがねなんか喋ってる相手なら、あの人はこれが通常運転なんだなっていうのは分かる。知らないからね、そういうところで誤解が生まれちゃうから。そうだから苦手なんですよね。知らないって怖いよね。すぐ怒る人も苦手かも。ああそれは私も苦手。私がメンタルやられちゃう、そういうの聞いてるだけだと誤解されちゃうのか。うん、人による、それは。うん、だからそれは関係性を築いていかなきゃ、知らないことだから、なんか誤解されちゃうというか、なんか今怒ってるのかなとかいう風にやっぱり
思われちゃったりもするかもしれない。でもそれはやっぱり人によって違うから、別にふすんってしてても何とも思わない人もいるし、なんか人の感じ方ですね、それぞれの。でもそれをさ、関係性を築いていけば、例えばまあちょっと仲良くなったりとか、いろいろまあ仕事でお話しして、仲良くならなくても仕事でちょっとお話し、やっぱりそういう中でさ、あ、こういう人なんだなっていう性格とか見えてきますから、そこから、あ、この人はそういう人なんだなとか、今こういうふうに思ってるのかなとか、やっぱり想像しやすくなるかなと思いますね。私なんて、何の話し合ってるし、大丈夫そう。仕方ないんですよ。私はだから喋ったことない人に私は怖そうって言われたし、真顔ね、そう、すごい真顔をね、怖い人みたいに見えてたらしいし、中学校の時、そう、私は別にそんなことないし、真顔なんかそんなもんじゃんなんて思ってたけど、でもね、普通に話すようになってから、まあ、あんまりそういうことは言われなくなったっていうか、なんかまあそうではなくなったと思うし、だからやっぱり相手を知るって大切だよねっていう話だよね、結局。そう、本当はだから先入観も何も持たず、あの人はどういう人なのかな、話してみようかなとか、今なんかすごいな、何考えてるかわかんない、何考えてるのかなとか、そういうのはやっぱりどうしてもなんか知っていかないとね、わかんないとこだね。髪型だし感情の起伏が激しいって自分で思います。大丈夫、感情ジェットコースターの女がここにいるから。ジェットコースターだよ、本当に。嬉しくなったり悲しくなったりムカついたり、もうね、なんかもうこんなんだから、私こんなんで、もでも何なら1週2週3週くらいしちゃうんじゃないかな。まあね、やっぱりそれはね、なんか一概に全部悪いっていうわけではないと思う。そう、でも、そうね、私もでもあんまり得とは感じたことないな、この感情ジェットコースターは。自分でもちょっとめんどくさいなって思うし、それで、あ、なんかきっと今困らせちゃったよなとか思うことあるから、私も反省。でも感情ジェットコースターってじゃあいい風に言うよ、あの感情が豊か、私もなんかまあそういう風にあのうまく思えることはないけど、めんどくさいなって思うだけど、でもまあなんか結構ちょいちょい言われるのは、その表情が豊かだよねとか、感情表現がすごい、あの感情がすごい豊かだよねっていうのを言われるの。だから教育係の人に、あの P はよく顔、あの顔が表情が変わるよね、そう、表情が、だからそれはなんか例えば嬉しいとすごいニコニコになったり、びっくりした時もすっごい顔してびっくりしたり、なんかまあ嬉しくなったり悲しくなったり、そう、だからそれはそう、なんか一概には悪いとは言えないから、なんか一つのね、
魅力と、まあもちろんそれで人に迷惑かけちゃうと、まあ私もなんかそういうのはねちょっと反省だなと思うんですけど、でもね本当にいい風に言い換えればすごく感情が豊かなんだなっていうことだと私は思いたいからね、だから悪いわけじゃないよそれが、うん、今日40分になったらランキングいきますね。うん。でもあれだよね、なんかその感情もさ、嬉しいと嬉しいだけなんだけど、なんか悲しいに行っちゃうとめんどくさいよね、ちょっとすごい今すごく嬉しかったのに一気になんか落ちちゃって悲しくなってどん底になってってなるとまたそれはなんかしんどいなと思う。うん、それはね、なんかそこはなんかそんな感受性豊かじゃなくてもいいし、私はそんな風には なりたくなかったなと思うけど、かんない、なんかそういうのもさ、なんか全部さ性格とも言えないんですよ。やっぱりそれね、なんかちょっと何かが、まあ病気とまでは言わないかもしれないけども、ね、ちょっと何かだったり気持ち的なね変化、例えばストレスがすごい疲労は溜まっててとか、でもやっぱりどうしても上がり下がりは来ちゃうと思うので、私はねやっぱりなんかその仕事とかでストレス溜まりすぎると、いやもうなんか楽しかったのが一気に落ちちゃって、あもう無理だなってなったりと思ったら、なんかまあやっぱりすごい自分の心の余裕ない時とかは急に、さっきまですっごいなんか楽しかったのにとか、さっきまですごいなんか悲しかったのに、ちょっとしたことがきっかけですごい抑えきれないくらいなんかまあイラつきが出ちゃったり、そうマジで感情ジェットコースターだな、なんか難しいよね。私はだからそういうのはもうストレスだなと思うし、すごい自分疲れてるし、あ今余裕ないんだなって思う、心に余裕が全然ないんだなって思う、ね、難しいね本当に。正解です。そうだから、まあ、もしねなんかそういうストレスとか疲れとかが原因なら、まあ、たくさん寝て、まあね一日ぼーっとしてみるでもいいし、もちろんなんかその一人でねずっと部屋こもって誰とも会わない、なんかねいろいろシャットアウトして過ごしてみる、刺激からね過ごしてみるっていうのも多分大切だし、そう気分転換にどっか外出たり買い物行ったり美味しいもの食べたりっていうのもね、なんか一つの手かなって思いますね私は。本当ストレスってね結構本当に変えちゃうんですよいろいろ、
生活が変わるというか、なんか出たりかな。私はなんかストレス溜まるとすごいやっぱりご飯が止まんない、すごいいっぱい食べちゃうとか、なんか急にね、まあさっき言ったみたいな感情ジェットコースター、ほんともうなんか抑えきれない感情がやったりするから、それはねストレス溜めるとね、あんまりいい、ほんとにあんまりどころじゃなくていいことなんか一つもないから、どっかでね発散できたらいいよね。やっぱりさ私はさ、あ今すごいストレス溜まってんなとか、あしんどいな疲れたなっていうのはさ結構自分でまあ感じ取ってるけど、まあそれでねストレス発散できてるかって言われたらもうそうでもないけど、感じ取るからさ、あなんかあって思うけどさ、きっとなかなかさ鈍いというか、そういうのに自分の痛みに鈍感な人ってきっといるじゃん。そういう人はね、なんかやっぱりなんかね頑張りすぎちゃうし大変だなって思う。そうなんか難しくない、休むタイミングとか挟んでって思った。すごい真面目な話してる。そんな話だよ、ごめん、こんなこんな、まあなんかあの私の一意見として、今の今思ってる一意見として捉えてくれればいいかなという考え方はいろいろです。私もねいろんな話を聞きながらやっぱりこうなのかなってね考えが変わることも全然普通にあるので、今のね何日だ今日、10月15日の現段階、え 15? うんね、私のご意見でした。まあねラッセンのねサインのところのねパズル探してんだけどね見つかんないね。タイミング、あ大丈夫大丈夫、全然大丈夫だよ、そんなお説教してたわけだよね。ちょぴっと、いや人生っていろいろあるよねっていうお話をしてただけですよ。細すぎないよ、大丈夫。このピンクのやつがねラッセンのサインなので、このラッセンのピンクのサインと、あとね、うん、ここに書いてある、なんか上に書いてある、英語がね、うん、サブタイトルが英語で確か書かれてるんですけど、それもね今日ね探してるんですけど、マジで全然見つかんないんですけど、あ、と思ったらごめん、見つかってるわ多分これ、こっちにつければいいんだもんね。なんでもない、今のは忘れてくださいね。ごめんなさい、あるの忘れてた。
眠たい。お風呂入って寝ようね。身体行動は自分に向いてないという個人的な職業を選ぶ。もうそれはね、すごいいいと思いますよ、私は。そう、ちゃんと自分を分析できてるじゃん。そう、あ、自分は向いてないから、じゃあ自分はこういう仕事をしようかなとか。それはね、すごいね、自分をちゃんと分析して、自分はこういう働き方が合ってるんだなって、自分に合った働き方が、そう、できてるのはね、すごいいいと思います、私は。ね、自己分析って難しいんだよ。いや、冗談、なんか売ってるところ見つかんないし、なんか買い物する余裕もないし、多分買わない。売ってるところもあんまりない。買い物にも行ってないし、本当に欲しかったら多分ネットで買うか、そう、合間見てそうするから、本当にもう抑えきれなくなるくらい、抑えきれなくなるくらい欲しかった。今はまだ欲しいけど、すごい欲しいけどで止まってるから我慢する。就活の時にも自己分析で悩んだ分だよね。なんか私さ、だからさ、なんかいろいろ、そう、なんか就活とかもさ、私自分はどういう人間ですかって言われたら、なんかうまく説明できない気するもん。なんか。なんか難しい。それが正解だったかは分かんない。じゃあそうだよね、なんか難しいよね、やっぱり。もちろん嫌なこともそれでね、うわーなんかこれがとかいうこともきっとあるだろうし、全部が全部うまくいくわけではないと思うからね、それがね、良かったって思える世界だったなって思える日が来たらいいなって思うし、ただね、もしじゃあまた違ったら、またそこからね、じゃあ自分はこういう働き方をしようかなって、ね、またどっちに転んでもそう考えて大丈夫だと思う。まあ、無理はせずにね。
ということでね、ランキングいきたいと思います。13位さくらのお友達さん、12位猫さん、ビキとヒョンさん、11位香港の JW さん、10位ところてんさん、9位ゆうこさん、8位かぼちゃん、7位たけねこさん、6位さるきちさん、5位チャラオさん、4位 MS さん、3位けんけんけんさん、2位かいさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。猫さん、ビキとジョンさん、さるきちさん、たけねこさん、 MS さん、けんけんけんさん、ひがっちさん、チャラオさん、ななたさん、クラのお友達さん、香港の JW さん、サルキチさん、フミさん、白身フライさん、ヤーボーさん、ケンケンケンさん、ところてんさん、ユータさん、カイさん、ユウコさん、情報技術研さん、カボちゃんです。はい、ありがとうございます。ということでね、皆さん見に来てくださってありがとうございました。そして今日も一日お疲れ様でした。明日からね、きっと1週間始まる人多いと思うんですけど、体調気をつけて、また気をつけてお仕事行ってきてください。それではゆっくり寝て明日に備えてください。遅くまでありがとう。それじゃあね、またね、おやすみ。明日からイベント始まるので、毎日配信するので見てください。夕方、明日の夕方からイベントが始まります。お願いします。おやすみ。